9。 OK。 ブラボーが痛い。そうだね、来る来る来る。おはようございます。山上アリシャです。今日は一日密着っていうことで、今ジムから帰ってきたんですけど、帰り道にスーパー寄ろうと思ったらまだ空いてなかったので、ちょっと洗濯物とか編集とか、あとちょっと今日撮影があるので、その前にランチとかも作っていきたいと思います。では Vlog やっていきます。今日の朝は鶏のチャーシューを作ったので、大きいのそれをアイハーブで買ったココナッツシラップに入れちゃいます。めっちゃココナッツのいい香りするね。3枚いけるかな。お味噌汁もお願いします。今日の色あれだね、結構ベージュ系が多いんだね。ねえ、なんか夏から夏だけど、結構、ね、なんか落ち着いた色合いだ。今日ねデーツ見つけたの。うん、大好き。すごい。そう、よかった。ミートデーツ大好きで。これでも食べてたもんね。コストコで見たデーツ。そう、コストコで買ってきた。めっちゃ綺麗な陶器だこれ。ね、そう。なんかスリーのこのベージュすごい可愛くて、案外がっつり乗せても結構馴染むので。めっちゃ面白かった。ありがとうございます。どうですか？使えるかわかんないけど。楽しい？今日はちょっと多くしてるんですけど、マリシャさんだったらいけるかなと思って。まあ多かったら減らします。はい、スタート。ありがとうございます。お疲れ様です。撮影は終わったんだけど、これからブックを持って。オーディションに行ってきます。今オーディション行って、スーパー行って、帰ってきたところです。ただいま、疲れた。くーちゃん、ちなみに今日のお洋服はエトレのベージュのコートと白のセーターに着替えて、白のパンツで、今日はウェディング系のオーディションだったんで、これで行きました。こういうパッケージに入ったものとかを、まあ日頃食べやすいように切っていったりとか、下準備をしていって、夕ご飯を作っていきたいと思います。結構スーパーに行った日とかは、その帰ってきた時にすぐにこういう風に準備するのが結構好きです。自分めんどくさがり屋だから、なんか一気にしないと何もしたくなくなっちゃう。だからこういう風に一気にやっちゃって、終わらせて平日とかにすごいもうちょびっとだけ残ったエナジーで料理を作ってます。オーバーシャンプーはいつもこんな大きいやつを買ってるんですけど、はい、これを中をさっと水で濡らします。で、こういう風に全部揃えて
先っちょが同じ方になるように入れてきます。こんな感じそれでサランラップを軽くふんわりして冷蔵庫に入れるとすごい長持ちするので、水が溜まってきたりとかするとまたさっと洗って水濡らしてからまた大葉入れると長持ちする。次はちょっとサワラを準備していきたいかな。キッチンペーパーを取ってサワラを水洗いします。見て、いっぱい入ってるの。嬉しい、こういうの大好き。トマト、私子供の時とかトマトが好きすぎてこういうのとか全部一人で食べてた。でも多分それをやってたからニキビめっちゃできてたんだよね。今朝のアボカド、めちゃくちゃ綺麗に取れる時の嬉しさが半端ないよね。ピボーンって家のレモン、こっちのレモンもいいけど結構種が入ってるんだよね。レモン入れて沸騰してきたからゆで卵入れます。最初にブロッコリーの芯、オリーブオイルとちょびっとだけバルサミコ酢、ちょっとでいいんだよね。これ入れたいんだけどブロッコリー一気にしたがるからダメなんだよねせっかちだから本当。で、出来上がりこんな感じになりました。やっぱり味噌汁が作れた時にはいいですねなので今日はこれからまあ食べて、ちょっと今日の朝にした洗濯物たたんで、本今日読めてなかったので本を読んでお風呂入って寝たいと思います。一日密着こんな感じになりましただいたい同じ流れかな。ジム行って撮影行ってオーディションあるかないかによって帰ってくるか、そしてご飯作ってお風呂入って寝るでも最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタンよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でじゃあねー、おやすみなさい。